山城国は日本の地方行政区分である両政国の一つ、機内に属する。64州名所図へ山城嵐山と月橋山城は古くは山城の山城と記され、7世紀に山城の国という表記で国が建てられた。この名称は平城系から見て奈良山の後ろにあたる地域であることから来ていると言われている。 延暦13年11月8日の平安慶命名の際に、関武天皇が、三河が勤怠して、自然に城をなす継承から、山城国に改称した。これが、城という字を、城と読む原因となった。平城慶時代の木簡を見る限り、山城国、山城の国の表記は平存していたと見られている。山城国内に設けられた天皇の宮殿は、次の通り、 国府所在地を記した文献は次の通り。国府は数度変遷したと見られており、現在では次のように推定されている。これらの度重なる移転は、前都の影響とみられる。山城国部日推定地に立つ非演技式内社総社、一宮山城国の一宮指定には、地方諸国と異なって人技官が関わっているとされている。11世紀末から諸国でそれぞれに、 一宮が成立していく中で、機内ではそれに対応して十二世紀になってから決められたと考えられる。二宮以下は存在しない。守護所は、当初、山城国守護を京都守護が兼任していたため、京都守護の御家人の館が当てられた。その後、六原短大が兼務するようになり、守護所も六原となった。室町時代に山城国を内側を境に上山軍と、 下五軍に分割して、それぞれに守護代を任ずるようになってからは、上三軍の守護所が、宇治牧島に置かれ、下五軍の守護所が、淀など数箇所に置かれた。軍名は、演技式による。山城守鎌倉幕府室町幕府江戸時代以前、江戸時代。ありがとうございます。